それでは、発表させていただきます。今日はこのような場にお呼びいただきまして非常にありがとうございます。私の発表は今まで高等教育以上での話が非常に多かったんですが、公立小学校を舞台にした母語継承語教育、ベトナム人の、神戸の新長田という非常に下町の、公立小学校に設置されましたベトナム語教室で形成されている学び、それが何をもたらしているのかということを発表させていただきたいと思います。母語継承語教育がもたらす学びとしていますが、実際は継承語教室なんですが、現場の教育委員会や小学校の方では母語教室、母語講師という言葉が多用されているので、割とその混在したような形で発表の中で現れてくると思いますが、聞いてみてください。そうですね、ここまで割と高等教育でのグローバル人材の育成、文化間能力の育成についての多くの示唆に富む議論を伺ってきました。しかしその高等教育につながる前段階の教育の場、日本の教育の場はどうなっているのでしょうか。本発表では高等教育以前の初等教育の段階で移民や難民の子どもたちを受け入れている公立小学校で観察された将来の異文化間能力形成のための種をまく、そんな試みの一例を紹介したいというふうに思います。現在日本の公立小学校における外国人児童生徒への支援は日本語指導、生活学習指導、それといったものが中心で、母語を除去して日本語に置き換えるような保障的な日本語教育、これは太田先生の言葉です、や、日本語による、学習支援、適応指導が主流で、非常に同化的な対応が取られてきました。そこでは母語を核とした諸能力が注目されることはありませんでした。しかし外国人多重地域では当事者のニーズに応える形で自治体や NPO 当事者団体、そして公立小学校の国際教室などで母語継承語教室の設置が散見されるようになってきました。そんな中、兵庫県では2006年より2010年まで母語教育支援事業として県内23の小中学校に母語教室を設置しました。また兵庫県が事業を終了させた2011年度からは、神戸市内の、母語教室においては神戸市がその事業を継続しています。ここでは、神戸市内の甲小学校、甲乙平定というんですけど、甲小学校のに設置された、ベトナム語教室での参与観察をもとに、まず教室でどのような課題が生じているのかを明らかにし、いかなる教育的取り組みによってその課題を克服しているのか、そしてそこからいかなる学びがベトナム語教室内部で形成されているのかを観察します。さらにはそのベトナム語教室内部の学びがいかに外部のその他の生徒や教員との間で共有されていくか、そういった過程を追ってみたいと思います。それらの観察から公立小学校の中に設定された、母語継承語教室の、ベトナム人なんですが、この場合ベトナム人児童のみならずベトナム人以外の児童や教員にとっての意義といったこともまた明らかにしていきたいというふうに思います。ここではその公小学校というある小学校の、プロフィールなんですが、約200名の、全校生徒が約200名のほぼ、1学年単学級の比較的小規模な小学校です。ここには、2012年度には22名の、ベトナム系の児童が在籍し、そのうち20名が母語教室に参加を希望し参加しています。このほか朝鮮半島にルーツを持つ児童も十数名在籍し、フィリピンとアメリカにルーツを持つ生徒も5名、在籍しています。高小学校に在籍するベトナム系の児童のほとんどは1970年代から90年代に来日したベトナム難民の2世になります。高小学校には2006年よりだいたい週に1回、金曜日の放課後、低学年と高学年各1時間ずつのベトナム語教室が開かれています。講師は近隣のベトナム人自助組織のベトナム語教室で講師をしている K さんという日本人、ベトナム留学経験のある日本人が担っています。母語教室には講師の K さんと、その小学校の多文化担当教諭という人が入って、時折担任の先生が母語教室を訪れて指導を補助しています。年間の学校活動はフィールドの、活動、フィールドによるその年間の学校活動は、1年間ずっとその母語教室が開かれているんですが、夏休みと春休みに 2,3 日ずつの集中講義があって、母語教育とあと学習的なケア、それから、ベトナム料理の調理実習と食事会というのが開かれています。でその他コリアベトナムウィーク、コリアベトナムフェスティバルというのが2月に毎年2月に行われるんですが、これはちょっと後で詳しく出てくるので説
説明を割愛して次に行きたいと思います。2006年より現在まで母語教室への参与観察 と、まあインタビュー中調査を中心にフィールドワークを行いました。2011年と2012年度は母語教室だけではなくて一般教室の方にちょっとスクールサポーターとして採用されてしまったので週2回、普通のクラスの方に教員補助として入ってそこでの子どもたちの様子というのも観察させていただきました。フィールドでの観察はマイクロエスノグラフィーの手法を用いて教室内の微細な人物配置や人と人との交流、交わされる会話などを記録していきました。さて次に、母語教室が持っている課題、継承語教室が持っている課題というものについてちょっと明らかにしてみたいと思います。中島先生の研究をちょっと整理したんですが、まあ、現場で対応できる母語教室が持っている課題というものには、動機づけの難しさ、そして学習者の多様性、この2つの課題があるという課題にまとめることができると思います。まず動機づけの難しさについてお話をします。外国人児童は、学年が進むにつれその通常クラスの中でその外国人であることや外国語運用能力を日本人児童がこうマジョリティである通常クラスでは表に出さないようになります。そしてみんなと一緒に振る舞おうとする傾向が日本の公立小学校の場合はあるというふうに思われます。でこの傾向の背景としては日本の学校の、まあ、教室の同化圧力の存在が挙げられます。常吉は一斉共同体主義、太田は脱文化化の機関などの言葉を使い外国人児童に向けられる日本の教室内の同化圧力の存在を述べています。その同化圧力は子どもたちにマジョリティからの異なりを劣位と読み替えさせてしまうのではないか、それが外国人としての自己の表出の抑制につながってしまうのではないかと考えます。実際に高小学校でも、2009年度の6年生の男子で、まあ、V の29君という子がいるんですが、彼が6年生の男子です。ベトナム人の子どもだけが集められる母語教室へ参加することの苦痛を担任の先生に語ったということが、まあ、教員研修の場で報告されています。ベトナム系の子どもたちはベトナム人であることという周囲とは異なる個性を否定し、マジョリティとの異なりを周囲から見えなくしてしまおうとします。また母語教室の中でもなんで金曜日はベトナム語教室なの、どうしてベトナム人だけがやらなきゃいけないのという、 こう母語教室に来る理由の確認というのが、まあ、高学年児童の間では何度も交わされているのが、見ることができました。その同化圧力の非常に強い日本の小学校で母語教室を運営するには学習の動機づけを工夫した教授法が必要とされます。後ほどそれを見ていくことにします。次に、母語教室の課題としては学習者の多様性ということが挙げられます。私が観察した中でも次の4つのタイプの子どもたちがいました。ちょっとこっち行きますね。ちょっと細かくて申し訳ないんですが、今までその2006年から2012年までの6年間見た、今現在高3になっている子と小学校1年までの子を全部ちょっと表にしてみたんですが、まず、この赤字で表されている、まあ、3家庭4人いたんですけど、それが来日間もないニューカマー、ベトナム語が優勢で日本語が喋れない子どもたち、そして、3家庭5人いました、青字で示されています。これは日本で生まれ日本語能力もあるのですが家庭のご両親が非常にベトナム語の学習に熱心で習慣づけており、話す聞くのほか読み書きも可能な子どもたち、3家庭5人の子どもたちがいます、青字で示されています。そして、家庭言語がベトナム語で聞くことはできるが話すこととなると困難が伴い読み書きとなるとさらに難しくなる子どもというのが、まあ、18家庭23人一番の、まあ、この中ではマジョリティですね、黒字で表されています。でさらに、家庭言語が日本語であったり兄弟が多いなど保護者とのコミュニケーションが薄く、いくつかのベトナム語の単語が分かる程度の子どもたち、ここでは緑字で表されています。3家族で7人いますといったように非常に、まあ、ベトナム系の児童といってもそのベトナム語との距離は非常に多様なわけです。でこのような多様なベトナム語能力の子どもたちの存在の中で、まあ、その多様性というのは来日の時期、ベトナム語を、ね、教育に熱心な家庭かどうか、親とのコミュニケーションが濃いか薄いかなどに由来すると思われます。そうした多様な家庭的な背景とベトナム語能力を持つ子どもたちを一つの教室空間を共有して、まあ、同じカリキュラムで母語教育というのを、まあ、受けているわけなんです。まあ、そのためには、教室でのこう教室運営上の工夫というのが必要になってくるんですが、それを、次に明らかにしていきたいというふうに思います。
まずですね、母語学習のまず動機づけについてなんですが、それについてはまあとても単純にもう奨励激励、称賛激励というまあ、行動が頻繁に観察されました。ベトナム語の指導は基本的に母語講師のまあ K さんが行っていますが、 K さんが質問することに対して子どもたちが正しい答えを言うと、教室に補助として入っている多文化担当の先生が、およっしゃー、おーすげー、すごい、先生にも分からへんのにと、まあ、ベトナム語ですから当然なんですけど、まあ、絶え間なく称賛の言葉や励ましの言葉をかけて、ベトナム語ができることはすごいことというプラス評価を与え続けている様子が観察されました。またそうした声かけに対して子どもたちも自慢げな顔をしたり、イエーイと声を上げたり、喜びを表明する場面が毎回観察されました。次に競争の多様というような手法で動機づけをしている場面も観察されました。まあ、語彙確認などの学習活動で K さんは子どもたち同士を競わせて学習へのやる気をかきたてる場面が観察されました。例えば赤い、長いなどの形容詞をベトナム語で述べ、それらの形容詞が就職するのにふさわしいベトナム語の名詞を子どもたちに挙げさせていました。クラスの雰囲気はだれていました。そこで K さんは子どもたちに名前、子どもたちの名前をこう黒板に書き、そして、正答をするために正しい答えを言うたびに子どもたちの名前の横に正しいという字を書いて、こう得点を記していきます。途端にクラスの雰囲気が一変し、特にベトナム語能力の高い子どもたちは勝利を目指して激しく競争を始めます。例えば赤いという形容詞が就職する名詞を答えたい V21 君という4年生だったんですけど、それは、リンゴってなんて言うんだっけな、昨日母ちゃんがリンゴって言ってたんだけどな、なんだっけかなというふうに苦悶するなど、まあ、競争に勝ちたい、そのためにはベトナム語を思い出したい、自分の中の知識を総動員している、そんな様子が観察されました。またこちらの写真になるんですけど、副教材としてベトナム語の単語カルタを使うなど、ベトナム語運用能力が高いほどゲームの勝利に結びつくような教材も用意されており、ベトナム語ができることを喜びと感じられるような工夫がされていました。多様なベトナム語能力を持つ子どもたちは、こうした競争への参加を通じて、よりベトナム語の勉強しよう、親との会話を活発にしてベトナム語能力をつけていこうというような熱意が備わっていく様子が観察されました。さらに、次に、ベトナム語能力が様々である子どもたちをいかにベトナム語学習に引きつけていくか、まあ、多様性への対応ということなんですが、それについては、次のような工夫が観察されました。まず一つは多様な複数の学びの提供です。でここにですね、8月25日の、まあ、5つのアクティビティが、行われた様子をこう事業記録を書いてみたんですけど、大体10分間から長くても15分間ごとに学習活動を切り替え、子どもたちが飽きないように、またベトナム語能力が優れる子どもが輝く場面、逆にベトナム語能力が劣る子どもも楽しめる活動など複数の活動が提供されていました。そしてまあ1番の、競争形式の名詞形容詞クイズなんかはベトナム語能力の優れた子どもが輝く場面です。で丸4番のツイスター10分ってあるんですが、これ写真がツイスターをしている様子で、ツイスターご存知ですよね、やったことありますよね。ツイスターはそのベトナム語能力が劣る子どもたちも簡単な単語、青とか赤とか緑とか黄色とか右手とか左手とか、そのような簡単な単語を確認しながら、まあ、誰でも楽しく参加することができる。また一つのアクティビティの中でも、その年賀状書きっていうアクティビティがあったんですけど、まあ、日本語での宛名書きやベトナム語での挨拶、それからベトナムでは、年賀状、お正月といえばどんなことが絵画表現としてできるかなみたいな形で、いろいろな活動が組み合わさって提示されていて、日本語が増えてな子は日本語での宛名書きをすごく頑張ったりとか、ベトナム語が増えてな子はベトナム語での明けましておめでとうチュクモンナンモーイっていうんですけど、それを、一生懸命書いたりとか、あと絵が上手な子はベトナムではお正月にどんな絵を描くかっていうことを学んだ上での絵画表現をする、まあ本人の興味や習熟度によって時間の配分をして多様な学びにアクセスするということが見られました。まあ、このように、多様な、学習を短時間ごとに、次に、ベトナム語能力の高い児童のリソース化と低い児童へのフォローについてお話します。こうした多様な学習を短時間ごとに、あるいは重層的に提供することで、ベトナム語能力の低い子どもに居場所を与えながら、ベトナム語能力の高い子どもをリソース化し、
彼らが輝ける場面というのも多く設定されていました。例えば中秋節のお話なんかしたときに、ニューカマーの子供でほとんど日本語ができない子に現在の最新の中秋ベトナム中秋節事情みたいなことを、講師の K さんがベトナム語でバーって喋って、それを他のメンバーに、今の分かった、すごいね、こんなにベトナムの今を分かっててみたいな感じで、他のこと知識を共有したりするような場面があったりとか、あるいは日本生まれであってもそのベトナム語能力の高い高学年の子どもたちには運動会でのアナウンスとか行事の際のベトナム語の挨拶などすごくこう輝く場面っていうのがとても多く設定されているっていうような場面が見られました。でこのように高小学校のベトナム語教室では、賞賛激励、表層の多様などでベトナム語学習への動機づけを行い、多様な複数の学びの提供、ベトナム語能力の高い子どものリソース化や低い子どもへのフォローによってベトナム語能力の低い子どもも包括しながら、より高いベトナム語能力を持つ子どもが輝けるような、そういう学習が設定されていました。こうしたベトナム語学習の動機づけの難しさ、子どもたちの多様性への対処を通じて、ベトナム語能力を中核としたベトナム文化への親和性を褒められるべきこと、良きことであるというような共通認識がクラス内で醸成されていく様子が観察されました。ベトナム系の子どもたちは、高学年になるほど、さっきも申しましたように、母語教室の外では通常クラスでの、同化圧力にさらされて、ベトナム語能力を中心としたベトナム人性、すなわちエスニシティの表質を抑えて、みんなと一緒、日本人っぽく振る舞おうとします。そんな彼らが母語教室の中ではエスニシティを是認され、ベトナム人であることを求めようとする、この、自らの母国語を核としたエスニシティを求める活動をここではコア形成活動と名付けます。すなわちコア形成活動とは、高所はこのベトナム語教室の場合は、ベトナム語教能力を中心としたベトナム文化への親和性を持つことを是認し、それを高める努力のことというふうに名付けたいと思います。次にこの、母語教室の中で形成されたコアですね、そのコアをいかに教室外の、弦楽器の、給油や通常クラスの給油や先生たち、それから保護者との間で、可視化させて見えるようにして、どういうふうにそのベトナム人であるということが良いことだというのをこう共有させていくかというようなさまざまな活動があったので、それをご紹介したいと思います。私が見た中で大きく言って4つありました。ちょっと紹介しましたけど、ベトナム、調理実習、これはベトナム系の保護者の皆さんが講師になって、教員の皆さんにベトナム語を教える、そこにベトナム人の子どもたちも参加して、教員のみんながそのお母さんたちが作るベトナム料理すごいおいしいとか、これどうやって作るんですかとか言ってる様子を一緒にこの観察するんですね。あとはベトナム戦争の体験を聞くっていうような授業があったんですが、これは6年生の総合学習です。ベトナム系の保護者を講師にして6年生が学びます。で、後に6年生はその学習成果を下級生や地域の人に向かって発表するんですね。だから学ぶだけ、客体化して学ぶだけじゃなくて、それをその周辺の人にさらに伝えていく役割を、その一般の日本人も含んだ6年生がそうやって学んで、さらにその教える役に入るっていうようなことを言うような活動がありました。あとは地域のコリアベトナム文化施設の紹介というのがあったんですが、これは4年生の総合学習だったんですが、4年生が地域にあるベトナム料理やベトナム雑貨店とかそういったところを取材して、それも多学年や地域の人々に対してこう伝える役目を4年生が、通常学級の4年生が、ベトナム人の子どもたちも含んだ通常学級の4年生がするというような活動があったんですね。で、今日ここで詳しくお話しするのは、ベトナム獅子舞の習得と披露というお話をしたいと思います。これですね、高小学校ではこう2月の最初の週をコリアベトナムウィークとして、学年ごとに地域の NPO やコリアやベトナム系の住民の人々の協力を得て、コリアとベトナムの文化を学習し、最終日にはコリアベトナムフェスティバルという1日を設けて、調べ学習の成果を地域の住民、保護者といった人たちに発表するという試みをしています。このフェスティバルの開会式では2008年以来、ベトナム語の母語教室のメンバーによるベトナム式獅子舞モアランの披露が行われています。この日は学校開放日となり、地域の人々、保護者が学校を訪れ、モアランやその他の学習活動を、見学します。さっきのベトナム戦争の話とか、ベトナムの地域の文化施設の紹介なんかも、このフェスティバルの中で行われた活動です。2008年の2月のコリアベトナムフェスティバルでの初披露、獅子舞の初披露の直前に、
その前の日ですね、体育館における最後の通し稽古をしたとき、その多文化担当の先生が、他の日本人やその日本人以外の子も含んでますが、通常クラスの旧友たちを体育館に招いて、この母語教室のメンバーによる獅子舞を鑑賞させました。演技冒頭でのベトナム語の堪能な5年生児童のによる、まあ、ベトナム語の挨拶、それから獅子舞での演技まで全てを観察させて、演技が終わるとその通常学級の旧友たちの感想を聞く機会を作りました。で、旧友たちは口々にすごい、あと冒頭でベトナム語の挨拶をした、女の子に対しては、なんでそんなにベトナム語上手なのと、ベトナム系の子どもたちへの、まあ、称賛を浴びせます。そうした通常学級の旧友からの賛辞を受け取る場面というのを、まあ、多文化担当の先生は、まあ、意識的に作り出しているなということが観察されました。またベトナム語能力に自信がなかったり、言語習得には消極的であった児童も、この獅子舞ムアランには非常に熱心に参加したということも観察されました。特にさっきちょっと出てきた6年生の男の子で、ベトナム人の子どもだけが集められる母語教室への参加することは苦痛だと言ってた子も、言ってた子もいたんですが、この子が6年生の最後のゴリコリアベトナムフェスティバルの時には、ムアラン披露では最大の獅子頭の演者としての役目を果たし、他のメンバーに対して、やるからには真剣にやろうと檄を飛ばすなど、ベトナム語教室のメンバーの中心としての成長を見せ、担任の先生もその姿に、母語教室があるっていうことっていうのは意味があるんだっていう、その意義を非常に再認識しているような様子が観察されました。で、毎年、コリアベトナムフェスティバルの直前に行われるその通し稽古の後、他文化担当の先生は、次のように、母語教室のメンバーに語りかけています。君たち、母語教室のメンバーですね、には他のみんな、通常クラスのクラスメートですね、には知らんことができる。それは他の子にはできないことで、それができるのはすごいこと。でも真剣に一生懸命やらないと、みんなにすごいは伝わらない。最後にはみんなに拍手してもらえるように頑張りましょう。で、毎年言ってました。ベトナムにルーツを持ち、その文化に親和性を持つことはプラスなんだ。そういうふうに捉えることを強力にメンバーに訴え、それを母語教室の外のクラスメートや保護者や教員との間で共有しようじゃないかというふうに呼びかけているというような姿が、観察されました。母語教室のメンバーは、獅子舞ムアランという目に見える形でのベトナム文化を表現することで、母語教室のメンバーの内部だけではなく、周囲のより広い範囲、すなわちクラスメートや保護者、教職員との間でベトナム文化との親和性を持つことは良いことだという共通認識を構築している様子が伺えました。ベトナム語、ベトナム文化への親和性の是認、まあ、良いことだとすることを、教室、母語教室の内部だけではなくて、クラスメート、通常学級のクラスメートや教職員との間で共有する活動の一端を紹介しました。このベトナム文化への親和性を持つことの、まあ、是認を外部と共有することを、ここでは、プラットフォームの形成と呼びます。プラットフォームとは、多様なものを載せる基礎部分という意味を持ちます。通常の授業を行う、まあ、通常クラスでは日本語を教授言語とし、日本社会に旅立っていく人材を育成する場です。そこではマジョリティの日本人児童と教諭が中心になって、日本語を核とし、日本社会に生きていく人材を育てるマジョリティのための巨大なコアが形成されています。通常ベトナム系の児童もクラスにおいては、この巨大なコアの若干終焉部にして参加しながら生活しています。しかし母語教室に参加する時間は、ベトナム系の児童はこのマジョリティの巨大なコアとは異なる、ベトナム語能力を中心としたベトナムへの親和性を高めようとするコアの存在を認識し、そこに参加しているのではないでしょうか。この複数のコアが一つの学校の中に共存していることを可視化し、双方が理解し認め合う場としてのプラットフォームが形成され、機能しているということが観察されました。ここで取り上げた獅子舞の習得や、まあ、その他の活動というのは、こうした2つのコアの共存を、特に普段は見えにくい母語教室で形成されている小さなコアを形成する、そういうプラットフォームとしての役割を持つと言えるのではないでしょうか。最後に考察です。子どもたちがベトナム語教室に参加し、競ってベトナム語習得を核としたベトナム文化への親和性を追求しようとすれば、母語教室のみならず親の存在もまたベトナム文化を子どもたちに伝えるリソースとなります。子どもたちは親への信頼、親との絆を求める動機をベトナム語学習を通じて獲得することになるのではないでしょうか。それはベトナム人である自己の肯定、ひいてはベトナム人としてのアイデンティティの確立につながることが予想されます。
日本人児童教員にとって学校とは普段意識されることもありませんが、日本社会に育つ日本人を育てる場として存在しています。しかしベトナム語教室が学校内に存在し、異なる価値観に基づく活動が育まれ、それがコリアベトナムフェスティバルの獅子舞の演技やその他のさまざまな学習を通じて一般生徒や教員に可視化されます。つまり学校空間に複数の価値の追求の可能性を具現化したプラットフォームが出現します。自分の属する日本文化を唯一の価値観で見つめるのではなく、世界の中には一つの文化的なコアとして相対化し、世界に、そして日本国内に、もしかしたら自己の中にもいくつもの学ぶべき文化のコアが存在することを体感する機会となっています。それは異なりを列位と読み替える、そんな同化圧力を持つ学校という場の変革への可能性を秘めた体感なのではないでしょうか。この経験は狭い視野の中で自分化中心主義、エストセントリズムに陥ることを防ぎ、異文化理解と対話のための重要な資質である文化相対主義的な視点を子どもたちが備えていくことを予感させます。多文化社会の中で文化相対主義的視点の重要性に関しては、梶田さんが文化衝突を避けるためには自己の文化をワンノブゼムとして受け入れざるを得ないと、その必要性を説いています。これからの多文化社会、国際社会の中で成長し活躍していくすべての子どもに必要な資質である自己の文化に対する相対的な視点、それを高小学校の子どもたち、教員たちは獲得する機会をこのベトナム語教室から得ているのではないでしょうか。日本人を育てるたった一つのコアしか見えない学校は同化圧力も強く、そこでは外国人であるという異なりは列位に読み替えられてしまいます。しかし複数のコアが日常的に可視化された学校空間では、同化圧力は減じられ、異なりは豊かさとして評価され、外国にルーツを持つ子どもたちも、そしてそれ以外のマジョリティの子どもたちも、多様な価値観の下で個性的な自己の存在をのびのびと解放することが可能になるのではないでしょうか。こうした初等教育空間は、他者との対話と対話を通じた自己改革の可能な異文化間能力を持つグローバル人材育成のためにも有効なレディネス、準備を形成する場となる可能性を指摘したいというふうに思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。